ヤッホーミルキーです。今日も暑い。ほんと暑い。もうそろそろね、エアコン使わないとなんか朝死んでそうな気がするということで、早速今日も飲みますよ。で、今日のビールはこちら、長浜ロマンビール、長浜 IPA っていうのかな、長浜 IPA スペシャル。麦芽 100% って書いててね、アルコールはね 6% だったかな。滋賀県長浜市のビールなんだ。これはね、カルディで見つけました。カルディはね、今日もね、めちゃめちゃ混んでますね。ちょっとほんと暑い。だいぶすっきりした。じゃあ早速開けちゃいます。想像してたより軽い香り、すごいね、フルーツの香りがする。濁っちゃいないね、濁っちゃいないけど、ちょっと色が濃いって感じで、そろそろいいかな。飲んじゃうか、もう飲んじゃおう。ということで、今日もお疲れ様でした。乾杯。口に入れた瞬間の第一印象は焦げてるって感じした。なんか焦げっぽい。なんでだろう。まずいな、わかんない。見た目もスッキリだけど、説明もスッキリ。あ、なんかね、後から来るな。苦い苦い、なんかすごい苦い。つまみというも、このビールだけをゆっくり味わいたいなって感じかな。一応今日もね、つまみ買ってきたけど、ポテトサラダ。あのね、けど、全然お腹空いてないんですわ。っていうのもね、もうね、食べちゃった。居酒屋行って。今日はね、多分ね、30度ぐらいあったんじゃないかな。久しぶりに皇居の周り走ってきました。普段の日曜日と比べると全然人はいないんだけど、まあランナーいたかなって感じ。観光客も少ないしね、走りやすいです。今日はね、走って終わってもうすぐ居酒屋行っちゃいました。大好きなね、目利きの近所ね、大好きだから何回も言ってるのに発音がおかしい、目利きの近所でね、すごいね。今日大手町の行ってきたんだけど、軒並みお店クローズしての、目利きの近所だけはね、ダン、開いてましたね。すごいよ。なんか、さすがモンテローザ。でさ、縮小営業してるわけでもなくて、メニューに載ってるものは全部食べれるし、行くと、これがもらえるんですよ。500円クーポンでね、今日もこれ前に行った時にもらったクーポンを持って行ったので、クーポンを持って行って500円引きになるじゃない。で、昼間だからビールも半額で、クーポンで払ったのにまたクーポンをもらうというね、クーポンの永遠ループやーって感じ。なんかね、申し訳ないっていうぐらい至れり尽くせりだけどね、そんな感じで今日も行っちゃった。で、もともとね、目利きの源氏、いや好きよ、好きだけど大好きとかさ、もう何が なくても目利きだとか、そこまでじゃないけど、まあ安いしメニューも豊富だし、お刺身も美味しいし、ちょくちょくは行くんだけど、今回はね、本当にね、好きになった。やっぱり空いてるかどうかって不安
なのね、今のご時世で。そこに行こうと思ってもやっぱ閉まってると、もうどうすんのこれからってなっちゃうんだけど、目利きはね多分閉まんないね。いや、あの夜の8時までかな、7時まで8時まで忘れちゃったんだけど、昼間もずっと空いてるし、なんかねちょっとねラブね、今もう目利きの銀次神だね、本当にね。もうなんていうの、着替えるところもない、トイレも貸してくれないでしょ、今コンビニトイレもない。そんな時にはね、目利きの銀次が来たかやですよ。ちょっと寄ってね、ビール一杯となんか食べて、でトイレ使わせてもらって、で今日みたくね、あわよくば T シャツ上だけね着替えちゃうみたいなね。しばらくはね、激しく使うかも。やっぱりね、焦げてる味する。おしゃれに言うとカラメルな感じ。なんかね、甘い、苦い、焦げてるって感じね。カラメル、プリンのあの茶色いところね。ちょっと温度がこう、ぬるくなってくると、甘みがより強くなってくる。だからこれね、多分あんまり冷やさない方がいいのかもね。冷やしちゃうと、やっぱそうね、甘みがないと苦すぎる。だってお薬みたいな苦さだったもん。だんだんね、カラメル感が強くなってきたよ。カラメルビールだな、これは。なんだかわかんないけどね。もうちょっと入れちゃう。やだ、もうまたこぼした。最悪よ。一ヶ月に一回ぐらいなんかこぼしてる気がする、最近。もう、ティッシュない、ティッシュ。おい、ティッシュ。あれ、なんで？あ、そっか。もういいや。そう、昨日、ね、久しぶりに電車乗ったんです。多分、数ヶ月ぶりなのかな。なんかね、変な違和感を感じたのね。ホームの広告、TBC っていうあのエステの広告ね、ローラちゃんが出てるやつなんだけど、あれがね、多分、数ヶ月前と同じ写真なんだよね。もうそれってありえなくない。なんか、時が止まってるっていう感じがした。怖い。本当に、ゴーストタウン化するのも近いんじゃないみたいな。やばいね。なんか、経済的にやばいってやつが、大丈夫かなって感じね。私がさ、一人で一生懸命ね、目利きの銀次行ったからってどうなるもんじゃないんだけど、やばいよ、本当に。もう、テレビはさ、再放送ばっかりでしょ？もう、何々特集とかさ、面白ハプニング集とか、もうなんかね、それも飽きちゃうね。新しいなんかね、自分を楽しませるね、娯楽なんか考えないとね、なんかないかな。ちょっと考えてみる。これはね、なんて言うんだろうな、飲んだ後の、残尿感、残尿感じゃない、残苦い感。半端ないっすね。あのね、苦い。口の中苦い。多分ね、苦味が尖ってんだろうね。そうなの、優しくないとダメなの、私。うん、逆に、キンキンに冷やしてゴクゴク飲んだ方がいいのかな。でもそれももったいないな。やっぱりこの、ちょっとね、甘くなってきた方が私は好き。私的にはね。苦味をガツンと楽しみたいんだったら、ちょっと冷え冷え気味に冷やした方がいいかもしれないし。
まったりなんか楽しむんだったら、ちょっと温度が高め、ぬるい系にした方がいいかも。ちょっとあれだね、美味しいチーズないけど避けるチーズとかに合うかもしんない。食べてみる。もうさ、冷蔵庫の中のチーズったらさ、チータラ、それもお得用のチータラと避けるチーズ、スモークね、庶民派だよね。まあ庶民だからいいんだけどさ、どっちがいいかっつうと微妙だな。どうしようかな、そんな悩むことじゃないんだけど、チータラの方が多分いいと思う。これはね、避けるチーズなんだけど、避けるチーズが負けるね。これじゃチータラ、見た目は一緒だけど、こっちはチータラね。チータラの方がね、しょっぱい。やっぱりなんかチータラに合う気がする。おいしい。なんだかんだ言ってね、 IPA が好きなんですけど、 IPA って一口に言ってもいろんな種類がありますね。しみじみ思いました。美味しい。早くいろんなお店に自由に行ける日が来てほしいよ。目利きの現地だけじゃね、もうあれだよ、来週か再来週には秋田って言い始めるからね。今のところ日高屋と目利きの現地しか行けてないからな。もっとさ、いろんなとこ行きたいよ。もうちょっと高級なレストランも行きたいんですけど、今一緒に行く人もいないしな。誰か連れてってください。お願いします。神様、新しい人と新しいビールとの出会いがありますように。ラーメンってことで、今日はちょっと待って、ちゃんと覚えてる、長浜ビールだったかな、当たった、長浜ロマンビールだ。惜しいな、ほんと頭悪い。コツコツコツ。今日のビールは長浜ロマンビール、長浜 IPA でございました。苦味がガツンとくるのが好きな人は一回試してみてちょう。ってことで、またすぐ会いましょうね。じゃあまたね。See you, bye. やばい、二の腕がブルブルしてる。モザイクかけとこう。